iPhone、ブラックベリー、Android 携帯、それらのスマートフォンが発達している中、私たちは日本 HT がスマートフォン市場に参入するべきと考えました。それには、その理由としては、やはりまだチャンスがあるということが私たちの思ったことです。これが今回の目的です。現在、その日本国内 PC シェアの中、レノボ、富士通、東芝、HP、デル、ソニー、ちょっとこの辺に焦げてしまったんですけど、その中で、HP だけがまだスマートフォンを出していないという現状があります。でも、スマートフォンの契約数は、毎年右肩上がりに上っており、国内スマートフォン市場の内訳を話しますと、富士通東芝が 23%、 アップルが 22%、 シャープが 16%、 パナソニックが 10%、 京セラが 9%、 その他 20% という内訳になっているんですが、まだ実際はいいよ、まだ1位を取ってずっとキープしている企業がない、ずっと競合し合っているということで、まだチャンスはあるという考えがあります。またスマートフォンはまだ 23% ほどの保有率しかなく、まだフィーチャーフォンが 77% もあるため、ここも参入する余地があるという考えに至りました。ではさらにちょっとした脅しみたいになってしまうんですけど、国内 PC 課金額が、2010年度から2011年度にかけて 11.5% も減少しました。このままでは HP の企業存続のためにパソコンを売り出していくだけでは足りないという点を踏まえまして、やはりスマートフォンを出すべきだと考えました。で、ちょっとした事例としまして、Apple の事業別売上戦略なんですけど、2007年に Apple はスマートフォンを導入してから2011年の4年間の中で、この大幅に売上を、iPhone の売り上げを上げたんですけど、それを営業利益のデータでも分かるように、やはり量が莫大に増えている。実際の数値化をしますと、2007年から2011年にかけて約6から7倍にもなっています。で、現在 PC だけでは本体販売利益に加えて、ほとんどはドコモとか iPhone とかに入ってしまう、ソフトバンクに入ってしまうと思うんですけど、通信にもある程度は利益になるという考え、継続的な利益を手に入れることができるって考えました。で、フィーチャーフォンとスマートフォンを比べたところ、約スマートフォンの方が2倍もの利益があるということで、経済の波及効果も期待ができるということを考えます。で、次にちょっと HP の現在の現状も踏まえた上で話すんですけど、で HP は法人向けマーケットシェアが約毎年 15% も保持しており、 HP は法人強いということになります。そして法人のスマートフォンの保有率はたったの 7% しかない。まだ 90%、93% も入る余地があるということです。しかも先ほどの他のスターマンも挙げていたんですけど、2011年から2016年の間に6倍にも増えるチャンスがあるということで、その HP の現在の更新という事情に、またスマートフォンの導入の機会を構えられまして、またちょっとこれも途切れてしまって、ちょっと見づらいんですけども、Windows モバイル、現在の Windows 7だけで 71% もの法人 OS を保っています。それを生かさない手はないということで、また Windows 7にここまであるのなら Windows 8はさらに期待できるのではないかということで、私たちは Windows モバイルと HP のスマートフォンを提携して行うという考えでございました。以上、お手伝いいたします。ありがとうございました。